全宇宙のグーナーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。向こうに見えるのがエミレスステーディアムなんですけれども、冨安スタメンすげえな、大丈夫かい。いやそれはめっちゃ嬉しいけど、嬉しいけど過酷すぎないか、大丈夫か。ブラック企業なめんなよ、ほんとなめてましたもうちょっと甘いもんかと思ってました僕。いやちょっと過労死、まあ、確かにあのチャンピオンズリーグのプレマッチのインタビューに冨安が答えてましたから、それは冨安出さないわけにいかないつうか冨安出るんですけど、まさかまたスタメンすごいな。いやだからもう言うてるでしょ、冨安は怪我さえしなければ最強なんだって。本当にそれが証明されて僕は嬉しいですよ。いや嬉しいけど、おはようございます、お疲れ様です、すいません遅れました、おざすおざす。スペシャルゲストのクッキーさん、クッキーさんご夫妻でございます。これ何回目でしたっけ、アーセナルの試合。3回目でしたっけ。あれ冨安スタメンの試合っていうのは初めてですか。もしや、あら、よかったじゃないですか怪我さえしなければ。そうなんですよ、だから怪我さえしなければって話なんですよ。怪我だけなんですよ、怪我が一番の敵なんですか。冨安のシャツ入りました、18番おお、あれ腕ゴールしたんですかすごい、あーいいですねいいですね。出来たてのほやほや、おはようございます、皆さん一緒に応援しましょうじゃあ楽しんでください。ありがとうございました、本当ありがとうございました。いやだからさ、あとはもう冨安がこのままてぎらないことを祈るばかりです。本当にこんだけ国士無双されてさ、だこの試合はさっきも言ったみたいにここに全てをかけていると、その全てをかけた試合で冨安が先発っていうことですから、いかに冨安が信頼されているかっていうのは分かりますよね皆さんね。俺から言わせたらもうそらそうよって話なんですけど、早めに点差つけてね冨下げてほしい。あこれがね、早めに点差つけてもね冨は下げないんですよね、多分もう75まで絶対下げない。テダさんのその謎の美意識みたいのありますからね、もっと早く下げていいのにこんだけ点差があればって思っても絶対下げない、あの美意識ね、なんだろうあれ。いや本当にあそこまで頭買って人なかなかいてないっすよ。あんなにさ後半もうヘロクヘロでもフラフラしてる坂は謎に下げないんだから、足引きずりながらさブラブラしてる坂下げないんだから、なんなんでしょう、なんかあるぞ。でもそこにはその限界を見てこいと、限界を突破した先にお前の明るい未来があるんだと。人間はね限界突破した時こそ次の次元に進めるんですから、それはもう百人組手みたいなもんですよ。なぜ人は百人組手をやるか、あんなボロボロになりながら終わった後病院直行ですよ、百人組手なんて。肝臓腎臓全て言わせてもう内臓疾患になりかけるんだから、すぐ救急車運ばれるんですよ百人組手した人は。その限界を超えた先にあるもの、それを手田さんは坂に貸してるんだと思う、きっとそうだ、そうに違いない。ブラック企業の思想っていうか、残念ながらですね、これアーセナルはブラック企業なので、
すご
こうの当たったのか、馬場さんが悪いんじゃないのか、馬場さんは悪くなかった、でそもそも馬場さん、おぉ、浜さん、浜さん、撃っちゃう、浜さん撃つんだよ、うおいやいや、いいよ、いいんだよ、今ので今の行こうよ、今の続けようぜ、いいじゃん、浜さん、いい角度だった、マジで、これ異論はないぞ、俺だけは納得した。いいね、いいですね、パパさんいいじゃん、パパさん、本当だ、ナイス散歩、うわナイス散歩だった、ナイス散歩、おおおお、おお、決めちゃおう、決めちゃおう、決めちゃおう、はい、うわーった、イエーイ、よーし、イエーイ、ナイスショット、ナイスショット、完璧、パーフェクトじゃない、わー、The Austin Bulls score number 7迎えよー、サーカー、サーカー、サーカー、Well done、サーカー、Well done、 Well done、 いや、完璧でした、完璧でしたよ、決めちゃう、決めちゃう、はい、うおーった、はい、うおーった、はい、うおーった、イエーイ、もう打っちゃう系で、打っちゃう系で、もう打っちゃう系で、上げて、あー、ジャンプ、今、うわー、入ってた、枠入ってたの、枠入ってたやん、いい歌ですね。さすがのスペイン人でもこの歌の意味は分かるかもね。おお、届かない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 、あと3歩。Being replaced by number 14, Tanguy Nianzou. Second substitution, Kiki Salas. Being replaced by number 5, Lucas Ocampos. パパさん多い、パパダッシュ、パパ散歩、特別参加、リオ、リオ、リオ、パパさん、壁、サンキュー、わー、ついにファイナリー、あれ、てか、セカは残すんか、もしかしてセカは残すんか、セカじゃないね、だよね、サカ無理やって、もういいって、サカ交代でいいって、サカ戻したけどさ、なんでサカだけそんな扱いなん、毎回言わんこっちゃないじゃん、言わんこっちゃない、あ、何のイエロー今、Arsenal substitution Bukayo Saka
Well done, Saka. Well done. ノートラップはやぶさシュートですよ。